生チョコのようなしっとりとした濃厚なチョコレートケーキです、軽く泡立てた生クリームなんかを添えても美味しく食べられます、乾燥しないようにラップをして冷蔵庫で冷やして食べても美味しいです。ぜひ作ってみてください、ご視聴どうもありがとうございました。